学校の漢字。1、2、3、4、5、6、7、8。委ねる、委ねる、人に任せることです。委員、委員、院は今から学習します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。止めます。会員、会員、全員、全員、満員、満員。1、2、3、4、5、6、7、8、9。9、9。初級、中級、上級。初級、中級、上級。進級、進級、級が進むことです。同級生、同級生、同い年の人たちです。1、2、3、4、5、6、7、8、9。かかる、かかる、日常会話ではあまり出てきません。係、係、係は学級やグループで何か仕事を担当するときに使う言葉です。例えば学校ではこんな係があります。黒板係。授業のあと黒板をきれいにする係です。新聞係。月に1回クラスの新聞を作って皆を楽しませる係です。整列係。移動教室の時、皆を整列させて静かに移動させる係です。職場や飲み会などでは
こんな係もあります。会計係、会計係。費用を計算したり、みんなのお金を集めたりする係です。ちなみに、給食や掃除はみんなで順番に仕事をするので、係ではなく当番です。関係、関係。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。たつに、さとで、どうです。学童、学童。小学校で学ぶ子どものことです。児童書、児童書。童話、童話。子ども向けのお話のことです。1、2、3、4、5、6、7、8。止めます。跳ねます。育つ、育つ。育てる、育てる。育む、育む。育むは大切に守って発展させるという意味があります。愛や友情、自然に対してよく使います。保育園、保育園。教育、教育。食育、食育。食育は授業や給食を通して行われます。食べ物への感謝、バランスよく食べる重要性、マナーなどの社会性、安全、品質など食品を選択する能力、そして地域の産物や歴史などを学びます。習った漢字はどんどん使っていきましょう。委ねる、
係。どう？育つ、育てる。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。